さて、調査も一旦終えまして、はい。続いて、堤哲夫ちゃんの、これなんて読むねん。残滓。残滓大気。前回のあらすじ。白石家で岩井勘吉郎の死とともに、いくつもの新事実を知った堤とエリオ。白石道夫ならば、根島文親の隠れ家を知っているとの情報を受け、急いで高校へと向かった。えい。まあ、一旦ね、その高校生組とも絡んではいますからね。うん。ほとんどと絡んだんじゃない？そうだね。大体の人たちともう絡んだね。死んでる大きい家とも絡んだしな。ボス！ちょうど今、墨田署の方から連絡がありました。おう、今度は何の家だ？千葉の山奥で、事故の形跡のあるワゴン車が放置されているのが発見されたと、発見されたそうです。車体から指紋は検出されませんでしたが、前面の破損部から血痕反応がありまして、その血液型が白石道夫のものと一致したそうです。ああ、乗り捨てしてったみたいな感じなんか。ああ、だから白のワゴン。うんうん、うん。どうたらこうたらって。あったな。おお。つまり、そいつが白石道夫を引き逃げした車かもしれないと。はい。これは吉見からの依頼で調査が行われていたものですね。ナンバープレートが外され、車体番号も削り取られていたため、所有者の特定に時間がかかってます。今は当日の事故現場と発見現場の間で車の目撃情報がないか調査が行われています。ああ、わかった。報告ありがとうよ。そこが進んだか。まあ、その所有者がわかればよな。そうだね。誰なんだろうな。進展はしそうやけど。あ、いた。なめどり、あ、かわいい。かも。あ、なめどりコレクターって言われた。実績解除。10個解放。さあ、周囲。この学校で調査が行われているのをいいことに、捜査の連絡拠点にさせてもらっている。あー、哲夫ちゃん、寝不足でちょっとやられちゃったかな。校長や教頭は渋っていたが、協力する義務があるとして違ってくれている。まあね、こんなことが起きちゃうね。今後のことを考えても、頭が痛いバルドラウンに感謝するとな。哲夫ちゃん、哲夫ちゃんが、あとはないかなで考える。とはいえ、白石道夫が自殺だった可能性もまだまだ否定はできねえんだよな。若い空の子がどれだけ大人たちに振り回されたのかと思うとかわいそうに。ここまで来ても疲れてる様子もない。若者の体力は本当に恐れ入るな。いや、本当にさ、なんか近年というか最近疲れやすくなりまして。いや、もろになんか年取ったみたいな言い方するよね。いや、こんななんかちょっとしたことで疲れてたっけって思ってね。うん。だから若い時の体力ってすごいんだなって私も思ってたところなんですよ。まだまだ若いはずなんですけど。そう感じるの早すぎやろ。哲夫ちゃんの多分半分ぐらいしか生きてないと思うんだけどね。俺もまだ元気あり余ってるわ。あー、素晴らしい。ところでボス、白石道夫の死因が車の衝突だったとして、これは本当に事故なんですかね。わかる、俺も気になってた。衝突の勢いからも相当なスピードだったと思われますが、現場にはブレーキ痕がありませんでした。ああ、意図的に白石道夫を狙って引き殺した可能性もあるだろうな。だとしたらその動機は何だ？白石道夫を殺害する理由ですよね。まず考えられるのは、犯行の秘密を白石道夫に握られている岩井勘吉郎。とはいえ、岩井は白石道夫の行動を恐怖で掌握できていたと思われます。
あるいは弱みにつけ込んで好き放題した高校教師の城之内康平ですが、バラされる前の口止めとすると殺す理由としては弱いように思います。そうだな、思えばその二人とも白石道夫の呪いの餌食にあってるわけか。そうですね。だとしたら白石道夫は自身を引き殺した犯人に対しても呪いで復讐する可能性があったりします。なんかさ、全身挫滅の状態で見つかったなんか林タワコとかいう人がいたらしいんだよね。うんうんうん。そう、それが殺した人？でもそこ、そんななんか脇役みたいな人が殺すかなって感じはするけどな。うん、こっちのなんか主軸に関わる人がやってそうな気するんだけどね。まあ、その今回の件いろいろもろもろで白石道夫に関係した、うん、まあ嫌なやつらってことやろうな。うんうんうん。そうだな、岩井みたいにもう昨晩のうちにやっちまってる可能性もあるが、あとはそれ以外に動機として考えられるものといえばお守りか、よしみが探してたってやつ。あー、今あれだね、あの奥田ちゃんが持ってて、でもう一個白石道夫ちゃんが持ってるはずだから探してくれみたいな頼まれてたってやつだね。そう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 。うんうんうん。 あれ結局何なんだろうな。あー、お守りを奪い取るためにですか。実際持ってたというお守りは遺留品にも自宅にもなかったぞ。いや、奪い取るだけならそこまでしなくてもという気がしちゃいますけどね。でなければ本当にただの不運な事故だったが。そうですね、結局そうかもしれないです。まあ、ブレーキする暇もなかった。っていう偶然な。とか、あとはやっぱ、そのお守りがどういう効果があるのかにもよるけど、そのお守りがやっぱ欲しかった人はそうする。だろうから、誰が欲しいんだろうな。とにかく、今俺たちがやるべきことは、白石道夫から証言を得ることです。うまくすれば、事故の件についても直接聞けるかもしれないですよ。おう、まさか本当にそんな展開になるとはな。しかし、そううまくいくかどうか。あれよな、もうやっこちゃんの中にいるみたいな話はもう進んでるわけだもんね。いずれにせよ、黒鈴さんたちが来てくれないとお話になりませんけどね。なるべく今の状態のまま来てもらいたいところだが、しばらく中で待ってみるか。そうですね。おお、そうだエリオ、ちょっと聞きてんだがよ。オーケーパス。いや、早いよ、まだ何も言ってねえぞ。ああ、はい、何ですか。昨日の夕食が思い出せないとかですか。そこまで猛録しちゃいねえよあっちで現場の調査員の持ってるペンが書けなくなってて困ってるみたいだよ。ペンが書けなくなってて。お前、替えのペン持ってたら貸してやってくれよ。それから昨日の俺の夕飯はカツ丼だ。心配しなくて大丈夫だ。おお、いいね。いや、牛丼取ったか。あれ忘れてないいや、さすがにいつでもペンを持ち歩いてるほど頭脳派じゃないです俺。いや、サンドイッチかもな。お前の頭脳派のイメージちょっと緩すぎじゃね米でもなくなっちゃった。ああ、でも書けなくなったペンって除光液があれば復活させられますよ。そうなの。あ、なんか聞いたことある。へえ。なんだ除光液って。あれやろ、あのペディキュアとかマニキュア落としてたろ。ああ、そうそうそう。え、マニキュアを落とすための溶剤ですけど使いません。まあ、マニキュアする人とかじゃなきゃ使うことなかなかないんじゃない。なんかあれだよ、今って足のやつペディキュアって言わへんのやろ。足もマニキュアってんやろ。あー、あのフットネイルとかって言うよね。てかもうマニキュアっていう言葉自体使わへんのじゃん。ネイルなんじゃないの。使わないね、ネイルってしか言わんね多分ね。怖っ
わねえな。使ったことない俺がおかしいみたいに言うが、お前も使ったことねえだろ。いやー、実は除光液って油性インクの染み抜きにも使えるんですよ。だから固まって使えなくなったペンを浸してやればあっという間に復活するってわけです。へえ。除光液に含まれるなんとかって成分がインクのあれをあれするらしいですよ。全然わからへん。おお、すげえな。頭脳派なんだか頭悪いんだかよくわからねえ言い方だけど。まあ、ただその除光液はインクが混じって使えなくなっちゃいますけどね。え、それダメじゃねえの？そこは大丈夫です。別に俺今除光液持ってないんで。なら大丈夫か。結局解決になってないじゃないか。大丈夫じゃねえの。つまりペンは他を当たってください。そういうことだな。じゃあ伝えとこう。何の話だったん？豆知識のコーナー？これが大伏線大きく関わってくるんじゃないの？もしかしたらね。除光液なんかわざわざ話すんねんからねえ。しかも除光液緑色になってましたからね。文字がだからなんかこう染み抜きに使ったみたいなさ、うん、あー油性の何かを、うん、油性の何かがこれからじゃ出てくるとなったらちょっと注目したいとこだね、うん、ボス、校舎内に移動して黒鈴さんたちを待つんじゃなかったんですか？あ、これで終わりかな。うん、じゃあ別に入れるわけじゃないからこうか。うん、じゃあ校舎内で少し待ってみましょう。それこそなんか長沢さんなんか使いそうやん。ああ、美容師だったっけ。うん、見た目的になんかネイルしてそうやもん。まあ女性の方が持ってる割合は高いだろうね。うんうん、きっとすぐ来てくれますよ。どうすんねんこれで洗いしやったら。え、マニキュアするけど、え、指にも足にもしてるけど。お、またね。またね。白石道夫やね。ここでまあ時系列が一緒になるから一回学校に戻ろっかってなるくだりなのかな。かな。うんうん。白石道夫ちゃんってまだ多分喋ったことないよね。いや、覚えてない。覚えてないね。私もないんだよね。ズッキー読む？白石道を喋るってなったら。あ、やら、あ、そうですか。わかりました。わかりました。これにしようか。じゃあ、やりましょう。はい。またね。六名簿、陰の書があれば、秘術の呪いを止める方法がわかるかもしれない。有力な手がかりを得ることができたヤッコラは、堤に伝えるため、駒形高校へ向かうのだった。坂崎やっこ、午後1時台。駒形高校。おお、なるほど。六名簿、陰の書なんてもんかな。いやー、君たちお手柄だね。荒石から貴重な情報を引き出したじゃないか。ありがとうございます。さすがボス、女子高生差し向け作戦成功ですね。いや、エリオ、お前そういう言い方はちょっとあれだぞ。まあ、こっちも白石道夫の家で得た情報を伝えておこう。お願いします。え？岩井という人が黒魔術の生贄として誘拐を？その誘拐を白石さんが手伝わされてたの？で、それを城之内先生に弱みとして握られてたってこと？全部説明してくれるね、ミオちゃんね。
まあ一番上からでいいか。うん。はい。今の報告の通り、城の内や岩井が死亡していた状況を見ると、白石道夫がやったと考えると合点がいくわけだ。白石道夫がやった。やった。やったちゃん。しかも白石道夫はそれに気づいて欲しがっている節すらある。そうなんですか。城之内の現場に落ちてたリボンなんか特にそうだろう。黒鈴はもう分かってたのか。はい、今朝くらいから。でも情報がまだあと一個足りなくて。でもそろそろ限界ですよね。あと一個。うん、あと一個。まあ、ミオちゃんはさすがにさ、そのヤッコちゃんが取り憑かれてたみたいなのは気づいてそうな気はするよね。うん。うん。ただそれを証明するのがなんか足りなかったのかな。ほい。ああ、なるほど。ここで一回終わりか。で、6名簿じゃあ、陰の書。その、6名簿陰の書ってやつがあれば、今回の呪いの解除方法がわかるってこと？はい。今回の呪いの元凶になっているのが、江戸時代の本所事変と呼ばれる惨事で、その一件を案じた土帝聖明という術師が何か対策を仕込んでるらしいから、はあ、呪いを鎮められる可能性はあるかなと。よし。そっちからのアプローチはクロス陣任す。身体にも問い合わせるが、6名簿陰の書の捜索を最優先で頼むわ。わかりました。どうやって探すの？聖面の末裔に引き継がれてる可能性があるらしいけど、自覚はなさそうだからね。なんか、一族の陰みたいなものがあればいいけど、まずは身体を頼るしかないかな。うん。なるほど。西洋黒魔術のこと。ミオちゃん多少詳しいかな。こっち方面にはちょっと、あれかな。疎いかな。そうだ、黒鈴さん。岩井やねじまがやってた西洋黒魔術は、やっぱりまがいものなの。どうして私に？だってボスが、クロスズさんならこういうの詳しいって。嘘、詳しくねえの？お顔。いや、そこそこ知ってますけど。おかしいな、誰にも言ってないのに。雰囲気でわかるっちゅうことやな。ミオちゃん大丈夫、みんな理解してるんだよ。星型の髪留めやろ。うん。でも、なんか、微妙。久しぶりに聞いたわ。なんか微妙。なんか微妙。それで、西洋黒魔術の指揮者としての見解はどう？うん。その魔導書を見せてもらえれば確実だけど、その手のやつは、大体が300年前くらいに流行ったまがいものだと思う。誰でも魔術が使えると、なんだい？宣伝？なんでん？剣伝？剣伝？あ、そっか、喧嘩の喧嘩。喧騒の喧嘩。誰でも魔術が使えると剣伝して、魔女狩りを回避するためのカムフラージュ用のやつ。デタラメだと証明しにくいように、わざと過激な生贄が必要にしてあるのも特徴だよ。わあ、さすが詳しい！似合う！似合うとは。大丈夫、自信持って。なら、ありがとう、なのかな。その顔初めて見た、可愛いね。初めて見た。ねえ。丸め込まれてるし。あの黒魔術がまがいものなら、そっちの影響を警戒する必要はなさそうだな。いやー、正直。これ以上ややこしい事態にならなくてよかったです。よしよしよし。で、じゃあ黒魔術。西洋の黒魔術ね。生命みたいに言う。そうだ。
今回の黒幕についてだが、一個、やった、思い当たることが出てきた。お、なんだって？え、何ですか？さっきの祝いの話にあった、飛白石鹸の会長さんですよね。飛白石鹸、いずれ。そうだ。若者や蘇生のため、だめ、秘術だろうが、馬術だろうが、片っ端から手を出している。資本もある。女の声という白石の話とも合致する。荒石やね。荒石。うん。俺なんて神通力を、今白石って言った。そう。神通力を持つという女帝が黒幕というのは、なんだかいかにもな感じですね。その力が本当なのかどうか、調べてみたいですね。うん、ミオちゃんにね、見られたら一発でわかりますからね。飛白の女帝とやらは、ようマークだな。ちょっと本部に行って探らせとくか。はいはいはい、じゃあ最後。さて、ぼちぼち限界なら、回りくどいことはやめだ。率直に言うぜ。いいぜ。坂崎やった。率直すぎる。ね、私？はい。ちょっと呪詛玉を出して、黒筋に渡してくれよ。呪詛玉？ずっとポケットに入れっぱなしで、特に何もしてないはずだけど。ありがとう。ちょっと借りるね。いただきます。どうだ？溜まってんじゃない？カスが。うん。やっぱり、再婚、少し溜まってる。え？どうして？やっぱ、やっこやったやん。やったやん。私、何もしてないよ。本当です。信じてください。うん。わかってるよ。坂崎、ちょっと落ち着いて聞いてくれよ。え、でも城の地と岩井を呪い殺したのが、そのバカ林の呪詛玉なのは間違いねえ。だが、それを行使したのは。坂崎やっこ。あんたの中にいた白石みちゅうだ。私の中って、え？どういうこと？どういうこと？やっこちゃん大丈夫。落ち着いて聞いて。やっこちゃんは、取り憑かれているの。白石さんの、霊に。え？多分事故現場に花を供えた時だね。無念を抱えてさまよっていた霊が、親友だったやっこちゃんにこうして入り込んだ。嘘！みちおちゃんの霊が？ただ、前にも説明したけど、取り憑かれたからって自我を乗っ取られることはほとんどない。普通は、意識が拒否反応を起こして、体調や気分に影響が出る程度なんだけど、もともと白石さんが高い霊感を持っていたのと、やっこちゃんの精神が親友の白石さんを受け入れたことで、そのために意識が馴染んで混ざり合ってしまったの。今も明確に分離するのがちょっと難しくなってる。そうなると簡単には、霊を黄泉に送れないの。え、嘘？混ざってるの？私の意識が？みちおちゃんの、霊と？そんな、全く自覚ないよ。だって、私は、私だって、思うし。それは混ざった白石さんの意識も、今は、自分は坂崎やっこだと思い込んでいるからだよ。
霊になって取り付いた場合でも、明確な意識は持ってなくて、曖昧な記憶しかないの。それでも白石道夫としての記憶や意識は多少残っているから、普段のやっこちゃんとは性格とか言動に少し食い違いが出ていたし、影響の強いものに接した時は反応することもあった。そうだったの？だけどね、白石道夫として死ぬ直前まで抱えていた無念やその経緯を正しく理解しておかないと、やっこちゃんの意識と分離するのが難しくて、今まで様子見してたの。ごめん。下手に刺激したら逆に強く混ざっちゃう危険性もあったから。そんな。さっき限界って言ったのは、あまりこのままにしていると、完全に融合しちゃって、絶対に分離できなくなっちゃう可能性があるの。やっこちゃんの意識が、どこまでが本当の自分のものか、わからなくなっちゃう。何それ怖い！私じゃなくなるってこと？でも、みちおちゃんなら、一緒でもいいのかも。わかんない！どうすればいいの？でも、でも、実際は、私の知らないうちに、みちおちゃんが呪詛玉を使ってたんだよね。それって、すでに体を乗っ取られてるってことなんじゃ、ないの？それは、それは多分、呪いによる殺意の増幅効果と、霊野祭の影響だと思う。霊野祭で霊力が高まってる状態でやっこちゃんが眠ってる間に、白石さんの意識が強く現れて、体を操っちゃったってことだと思う。そんな。じゃあ、やっぱり、私が、殺したんじゃないか。呪いを使って、二人も。やっこちゃん、違うよ。操られてるのはしょうがないよ。ですよね、警部。ああ、そうだな。霊障として、心身喪失状態であったと認められる可能性は高いはずだ。お前さんがコントロールできるもんじゃねえ。そこは安心してくれや。違うの！私も、殺してやりたいって思った！きっと、その気持ちが出たの！みちおちゃんのせいだけじゃない！みちおちゃんが自殺じゃないって知った時だって、周りのひどい大人たち、みんな、呪いで死んじゃえばいいのにって思ったし、呪詛玉を持ってたのだって、あわよくば、みちおちゃんの仇を取りたいって、思ってたし、やっこちゃん。だってね、せっかく、みちおちゃんは、辛い毎日でも、逃げ出さずにいたのに、それこそ、本当に自殺してもおかしくないほど悲しくて辛い状況だったのに。それなのに、私が、呪詛玉なんて持ってたから、みちおちゃんに、復讐なんてさせてしまった。黙って耐えて、それでも生きようとしていたみちおちゃんの思いを、踏みにじったんだ。私が、さっさとやればよかったんだ。ごめんなさい。ごめんなさい。みちおちゃん。
私が殺したんだ。困った。こんな。どんな道をちゃんやればええねん。もう。まあ。やっこ。あ、ごめん、ごめんなさい。はい。いいよ、やるよ。やっていい？いいよ。うん、ありがとう。いたいた。おお、みちおちゃん。あら、なんだいもう。最近あんま学校来ないから心配しちまったじゃないか。全然喋り方違うんだけど。違うな。ねえ。なんかすっごく久しぶり。元気そうでよかったよ。うん。ごめんね。事情も言えず。それがずっと心残りだった。なんだい改まって水臭いね。もしみちおちゃんを悲しませる奴がいたら、私が全員ぶっ飛ばしてあげるから。近所のおばちゃんやん。いつもありがとね、やっこ。実はあなたに伝えたいことがあって来たんだけど。どうしたの？何でも言って。あのね、私、何の罪もない男の子に、とても許されないことをした。脅されて逆らえなかった、なんて、言い訳にもならない。ごめんなさい。ずっと、悔やんでた。え？弱かった私は、取り返しのつかない罪を、たくさん犯してしまった。今更もう、あの地獄から逃れる方法なんて、なかった。もう限界だった。あいつらを殺して、自分も死のうって、本気で考えてた。この世界に、生かしておいちゃダメなの。あいつらも、私も、え？でも、その矢先に事故にあって、真っ先に無念だったのはそれだった。だからね、ヤッコ。あなたのおかげで、それを果たすことができたの。ありがとう。本当に。迷惑かけて、ごめんなさい。え、何？待って、迷惑とかはいいんだけど。でも、今更気づいたの。わがままなのはわかってる。けど、せめて、私と友達でいてくれたこと、最後の最後に、こうして一緒にいれたことだけは、どうか、忘れないでほしくて。待って！みちおちゃん！あれ？気がついた？大丈夫？急で、ごめんね、やっこちゃん。え？ここ、教室？あれ、なんか、夢見てた。気持ちの整理がついてねえところ申し訳ねえんだが。
どうしても白石道夫の証言が必要でな。もうしのこと言ってられねえんだわ。はあ。で、どうすればいいのか考えた結果。こっくりさんでもやるのかい？呼び出すんか。うん。やっこちゃんの中の白石さんは、意識が混濁しちゃってるわけだけど、霊体として呼び出せれば、ある程度意思疎通もできるんじゃないかな、ということで。ああ、なるほど。それで、またこっくりさんを？うん。思うに、実は、前回呼び出した霊って、白石さんだったんじゃないかな、と。え、本当？その時から、近くにいたんだろうね。だとしたら、絶対やろう！やるべきだよ！声聞きたい！よし。じゃあ、昼までうまくいくかわからないけど、やってみよう。心の準備はいい？ああ。いやー、ちょっと、しんどいよこっから、白石さん呼ぶのもな。いやー。なんかなぁ。なんだろうなぁ。白石道夫だけかなと思ってたら。うん。そうでもなく。うん。まあ、でも、みちおちゃんのことを考えたら、うん。その、友達のやっこちゃん、特に正義感の強いやっこちゃんとしては、うん。そんな周りの奴らって思ってしまうかもな。そうだね。そもそもさっきの白石みちおちゃんとの会話でもこう、悲しませる奴がいたらぶっ飛ばしてやるって、うん。言ってたわけだし、うん。ぶっ飛ばしちゃったね。ねえ。もう物理的に命を耐えさせてしまったのよ。まあ無理もない話やと思うわ、これに関しては。まあ本当になんかさ、その弱いものをこうどう使おうとどうも思わないような大人たちを二人葬ったわけなんで。まあその思うことは別にいいかなって思うね。うん、もうその、うんうんうん、しないし。道をこんなに追い詰めたやつなんて呪い死んじゃえばいいんだっていうぐらいやっぱその道夫ちゃんがひどい目にやってたし、うん、苦しんでたしっていうのはやっこちゃん感じてるから、うん、そう思うの思うところまでは良かったんやけど呪詛玉を持ってしまったがためにっていうところがちょっと悔やまれるなと思うな、うん、そうだね、うん、いやタイミングがねそう最悪なタイミングと捉えるのか、うん、はたまたまあこれで復讐果たせて良かったと思うのかはまあやっこちゃん次第にはなると思うけど。まあ、ここからこう、どう転ぶかだね。そう。やな。うん。いいよ。うん。大丈夫。それじゃあ、行くね。覚えてるかな？まずは十円玉に一緒に指を置くの。おさらいです。はい。えい。うん、こうだね。じゃあ、同じように行くよ。こっくりさん、こっくりさん、なんだっけ。あ、そうだ。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。今回選ばせてくれないんだ。選ばせてくれんねや、コリックさん。ねえ、コリックさん言いたかったんだけどな。もしおいでになられましたら、はいへお進みください。動かしていいんじゃない？おー、来たね。果たして、白石さんの霊は来てくれたのか。やっこちゃん、確認してみて。わかった。あなたは白石道よ。こっくりさん、こっくりさん。あなたは白石道夫の霊ですか？はい。おお。いらっしゃい。あ、はいだって。いや、中にはふざけて答える霊もいるから。白石さん本人じゃないとわからない質問してみて。
道夫ちゃん当人じゃないと答えられない質問か。じゃあ、こっくりさん、こっくりさん。前に、私と道夫ちゃんで一緒に買ったリボンは、いくらだったでしょうか？ 4、9。490円。490円だから、合ってる。間違いなさそうだね。じゃあ、やっこちゃんから質問してもらえる？うん、わかった。何を聞けばいいんだっけ？ねじまふみちかの隠れ家の場所と、あとは、お守りのありかかな。オッケー。どっちから聞く？お守りかな？オッケー。こっくりさん、こっくりさん。みちおちゃんが持っていたというお守りに心当たりはありますか？はい。ある。やっぱりあったんだ。場所を絞り込めないかな。聞いてみよう。こっくりさん、こっくりさん。そのお守りは肌身離さず持ち歩いていましたか？はい。ということはやっぱ奪われてんな。持ち歩いてたんだね。じゃあ、道夫ちゃんが事故に遭った時も、そのお守りを持っていたのですか？はい。持ってた？でも、遺留品にお守りっぽいものはなかったって。ってことは、現場検証するより前に、誰かに持ってかれたってことか？ってことでしかないよな。誰が？警察より先に白石さんが倒れてることを知ることができた人物ってこと？まあ、運転手しかおらんわな。なあ。ほう。ああ、なるほどね。マンションの管理人。最初に発見して通報したのは隣のマンションの管理人だな。確認しておくか。そうですね。あと考えられるとしたら、ひき逃げ犯？でも、ひき逃げなんだから、逃げ去ったんじゃないの？戻ってきて確認したのかもしれない。怖くなった、とかで。だとしても、通報もせず、遺体を漁って。やべえやつだな。お守りだけ取っていくってのは、ちょっと考えにくいな。やっぱ狙ったんかな。まあそうやな、お守り自体が目的。うん。初めからそれを狙ってでもいねえ限り。なら狙っていた可能性は？それだけ特別なお守りなら。さっきエリオとも話したが、わざわざ奪い取るために引き殺すってのはさすがにどうだろうな。うん。だったら衝突で落ちたお守りをうっかり拾ってそのまま持ち去ったって方がまだあり得るが。いずれにせよ、ひき逃げだとしたら、その犯人は、捕まえたい。さっき見せてもらったワゴン車の写真で、何か思い出したかもしれないし。じゃあ、一応聞いてみよっか。そうだね。ああ、増えた。ひき逃げ犯は。ひき逃げ犯は？こっくりさん、こっくりさん。あ、ら、い、あ、し、みちおちゃんをひき逃げした犯人は、知っていますか？はい！はい！知ってるんだ。よかった。それだけわかってなかったから。え？実は、霊を成仏させるためには、できるだけ詳しい情報が必要で、死の間際に何が起こっていたのか、それを理解できてないと、悲願に送れないの。強制的に払うのとは違うから。なるほど、そうなんだ。じゃあ、聞いてみようか。うん。こっくりさん、こっくりさん。みちおちゃんをひき逃げした犯人は、誰ですか？
名前、わかるかな？どうだろう。な。波がき！はぁ。あいつやりやがったあいつやりやがった、あのゴミくず。それであれかな、ひき逃げしたことを隠蔽するために蘇りさせたかったとかなんか。え、なんかさ、そんな描写あったよな、うん、あいつがやったとかじゃないけど、なんか、うん、あいつがやらかした的な感じのニュアンスってどっかであったような気すんねんけど。確かになんか波書きがなんか、まあ僕にだって蘇らせたい相手はいるんでね、みたいなさ。なんかそういうのあったような気するよね。あったよな、なんか。うん。そういうニュアンスのことを。やっぱやらかしてんじゃん。お前もやったかよ。ああ、波書きやっただったか。波書き、波書き？なんだと？まさか。波書きやった？お前たち知ってんのか？え、知ってんの？やっこちゃんたちが？ああ！いたわ！さっき、喫茶店を出た後に話しかけられました。かしり主だった人ですよね。あ、そっか。あの時のやっこちゃんの反応は、そういう。なんか変な反応してたっけ？なんか、その後になんか、ワゴンのなんたらどうたらクソみたいな。あ、言ってた言ってた、それや。え、そういえばあいつみちおちゃんのことで話があるとか言ってたね。で、結局会いに行ってないんだもんな。会ってない会ってない。うんうんうん。なんだと、ジュソ玉もねえのに何企んでわかる。いや、あいつ坊ちゃんだからなんか揉み消そうとしてんじゃん。その人、両国橋の近くで待ってるって言ってました。わかった、あずで俺も行こう。そうか、それまでひき逃げ犯の名前はわからなかったけど、さっきその波垣と出会って喋ってるからみちおちゃんも名前がわかったってことだな、かな。うんうんうん。あいつがみちおちゃんを。ちょっと危ないよ、やっこちゃん。またやったちゃんになっちゃダメ。また、やっぱやっこがやったになるぞ。危ない危ない。よし、じゃあ、ねじまふみちかの隠れ家は教えてもらおうか。こっくりさん、こっくりさん。ねじまふみちかの隠れ家の場所を知ってたら、教えてもらえますか？あ。迷ってる。お願い、今捕まえないと。大変なことになっちゃうの。やっぱあれか、恐怖からかな。ああ。恐怖を植え付けられてて思い出すのも辛いだろうけど、今はみちおちゃんだけが頼りだから。お願い。お。ああ、やあ、見せてくれ。動いた。これは、住所だ。詳しい住所を教えてくれてる。すごい。ありがとう、みちおちゃん。うん。住所わかったよ。ありがとう。よし、ありよ。すぐこの住所に確認に行け。はい、本部に連絡してこの住所の一帯を一斉に家宅調査します。これで合ってるといいけど。絶対合ってるよ。エリオ瞬間移動しやがった、あいつすげえ。体力あり余ってるからって瞬間移動までしちゃって。いや、最初から喋ってたんずっと残像やったかもしれんな。すごい。やっこちゃん、この情報が真実なら、もう行けるはず。未だ苦しみ続けてる白石さんを、早く解放してあげよう。わかった。
それは嫌だって言い出す顔やと思ったけど。ね。ああ。辛い。でもこの心境のままちゃんとお別れしたいよね。そうね。うん。お別れしよっか。こっくりさん、こっくりさん。いや、みちおちゃん。ありがとう。助かったよ。あのさ、家のこととか、誘拐のこととか、先生に脅されてたこととか、何も知らなくて、ごめん。本当に、辛かったよね。多分私には、理解できないほど、辛い毎日だったんだと思う。そりゃ、復讐したかったろうよ。他人の私でも思うもん。もうさ、取り返しのつかないことばっかりになっちゃったけど、本当のことを知れて、よかった。やっこちゃん。みちおちゃんに言いたいことは山ほどあるけど、もういいや。最後に、一つだけ聞かせて。また、私と、一緒に、遊んでもらえますか？いいの？やった！約束ね！じゃあ、これで必要なことは聞けた？うん。じゃあ、このまま白石さんの魂送り出すね。うん。お別れだ。みちおちゃん、これでやっと解放してあげられるんだね。ねえ、やっこちゃん。ん？やっこちゃんが最初に熱心に主張していた通り、ただの自殺で終わらずに済んで、本当よかったね。うん。そうだね。まさか、ここまで辛い事情があったなんて思わなかったけど。ミオちゃん？ごめん。だって、なんか、白石さんが、本当に、大人たちにめちゃくちゃに踏みにじられても、ずっと一人で耐えたのに。もっと、もっと勇気出して、私も声かければよかった。うん。ありがとうね、ミオちゃん。私もできることがあったと思うと、すごく悔しいし、胸が苦しい。どうして、真面目に精一杯生きてた子が
ここまで思い詰めないといけないんだろう。最後の最後まで不運に見舞われて残酷すぎるよね。でもだからってさ、事情を私にも黙っていたことと、生きることより復讐に走ったことはやっぱり許せないかな。ほんと気づけたからいいけど、何やってんの。ああもう何やってんのさ、本当にもうもうなんでそんなに私が頼りにならないのかよ。復讐したきゃいくらでも手伝うに決まってるだろバカ。私はどんな道をでも生きてて生き返って欲しかったんだよ。やっこちゃん、その責任はしょうがないから私が抱えておくけどさ、いつかあの世とかで再会したら一発引っ叩いてやんなきゃ。あんたが本当の大バカ林だとかって。遊ぶのはそれからそっか。じゃあ送るね。あ、待って。見て、コインが、いい円に。ほんとだ、いつの間に。まだ、心残りがあるのかな。やっこちゃん、白石さんからの願い、何か心当たり、ない？え？あ、最後の最後に、こうして一緒に入れたことだけは、どうか、忘れないでほしくて。なんか、言われた気がする。忘れないでって。そっか。じゃあ、ねえ、この声が聞こえていたら、彼女のことを忘れないという気持ちを行動で示してあげて。え？え？あ？え？セーブじゃない。あ！あ！どなんでもう演出するんだ。ありがとう。でも、ひっぱたかれるのは嫌だから、あなたは長生きしてね、やっこ。またね。いやー、やることがいちいちおしゃれすぎるんですよ。もう、それをこう、理解するのもすごいわ、ズッキーの。おしゃれにこうすんなよ。すげえな。いや、忘れへんってそういうことやろ、もう。そういうことだ。セーブに残せばもうこの状況は一生保存されるから。そうね、ちょっとファイル1はもう二度と上書きしないわ。いやー、エモ。エモすぎ。いやー、めっちゃ良かったな。
ょっともう白熱しすぎて文字めちゃめちゃ見間違えたけど一部一人でアドリブ進めるとこだったわ。いやよかったほんまに。いやよかったね。まあ、あの殺人はね、その呪い殺してはしまったんだけどさ、でもなんかこんだけ真面目に生きてた道夫ちゃんの無念が晴れたんだったら、なんかまあ必要な犠牲だったかなって、ちょっとね、あのひどいことかもしれないけど、そうね、そうね、人のまあ命に関わることだから、そう、あんまりこうね強くは言えないんだけど、いいぞやってしまえとはこう表立って言いはせんけど、やっぱそのな、我慢してる側がずっと我慢し続けて、その気持ちを押し殺し続けないとあかんっていうのもやっぱどうかと思うから、そうだね、もっと未然に気づけてこう改善できればよかったけど、それができるかどうかっていうのも、な、絶対ではないと思うから、そうね、生きてるうちにその解決方法が見つけられなかったっていうことだろうからな、そう、結果さ、そのこうすればよかった、ああすればよかったって結果論でしかないからさ、そう、その状況に陥ってる人って、ね、その時の最善策を見つけた結果がこれやったっていう、それも結局結果論やから、そうね、止めることもまた難しいのよね、逆にもうこれしかないんだっていうのを止める勇気もまた必要やから、だからまあね、悪いことはしちゃってどうしようもないことではあるけども、それをこうやっこちゃん自身は背負ってくれるってね言ってくれたわけで、なんとか形に収まったんじゃないかなと、胸が熱くなりましたね。いやー、これは熱いよ。いやー、じゃあ次回は両国橋に向かって波垣をボコボコにするとこから地祭りにあげます。はい、ではまた次回、次回で、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あいつ許せねえな。